ちゃん怖くない？手術初めて？え？手術初めて？うん、初めて。あ、初めてか。買った CD。借りた。スタヤで。ああ。1週間連絡して。それ190円で、ね、安くなった。安くなった。ポイントついてたから。まだ痛い。うん。パーッと行ってもらった。ごめんね。最後の痛みだからね。ああ。促進剤が残ってる。夏やな。不安だ。まだだけど、両方経験できたら終わったや。陣痛と痛み。4階にあります。はい、で、旦那さんは4階のこちらにね、ソファーがおかわりました。待ってます。こちらで待ってもらって、はい、で赤ちゃんが先に出てきますのでご対面してもらって手術室の中で、ね、さっきのお母さんにご対面いただくんですけども、はい、それが終わったら出てくるのでお母さん対面したと旦那さんと赤ちゃん対面してもらって手術室に入るまでは見送ることができますね。そうですね、はいはい、まあ、まあ、根性のね、なんかね、わかんないからね、何が起こるか。じゃあこれ持ってもらって、さっきに下ろしたとで私クベースちゃんに。あ、わかりました。まあ6機のように戦ってきて。よいしょ。そしたらご主人行きますね。一緒に行きます。はい、行きます。はい。こんなの乗ったら緊張する。ん？ストレッチ乗ったら緊張する。あ、そう。初めて。よいしょ。私よく救急車で運ばれてよく乗ってる。救急車も乱用しすぎやし。母ちゃん4階で面会してもらって、抱っこはちょっとね寒いので5階にもう一回上がってもらって抱っこしてもらいます、ね、その時は妻もいける。奥さんはね、気が乗ってますので、その間に。あ、はい、あ、まあ指示していただけるんですね。そうですね、はい、あ、じゃあここでさよならですね。まなみちゃん頑張って。じゃあね。あ、手術入っていけませんって言われました。そうなんですよ、もう残念なことに。はい、はい、はい、どうも、はい、ありがとうございます、ご丁寧に。まなみちゃんバイバイ。さっさと戻ってきて。はい、じゃあね。はい、頑張って。